アンドレアマンテーニャによるミネルーアミネルーアは、詩、医学、知恵、商業、生殖、工芸、魔術を司るローマ神話の女神。なお、項目名の表記は古典ラテン語などの音社に基づくが、俗ラテン語などに基づくミネルバという読みでも知られる。英語読みはミナーバ。芸術作品などでは、彼女の聖なる動物であり知恵の象徴でもある、フクロウと共に描かれることが多い。 神話上では音楽の発明者とされる。ギリシア神話のアテーナーと同一視され戦争の女神ともなっている。ミネルーアはユーピテル、ユーノーと共にローマのカピトリーの見柱神とされた。ミネルーアには女神としての側面がいくつかあり、ミネルはメディカとされた場合、彼女は医師と医療を司る女神であった。ミネルはアチャヤとされた場合、彼女の聖堂がある。 プッリア州ルチェーラで信奉された存在である。バースのローマ浴場後で見つかったスリス・ミネルーアの登像祭り歴の参観においてオイディウスは彼女をゴッテス・オブ・エーサ・ウザンドアークスと呼んだ。ミネルーアはイタリア全土で信奉されていたが、唯一ローマにおいてはアテーナーの高戦的性格が共有され、戦いを司るようになった。また、ミネルーア信仰は、 ブリタンニアにも持ち込まれ、知恵を司る土着の女神スリスと同一化されるなどした。ローマ人は3月19日から23日の彼女の祭典のうち、クインクウェイトリアと呼ばれる19日を祝い、職人の祝日とした。また、その祝償版であるザミニスキアリー・クインクウェイトリアは、6月13日に宗教上大きな役割を果たすアウロス奏者によって行われた。 紀元前207年、アウェンティーヌスにある彼女の寺院への奉納品を作るため、詩人と役者のギルドが作られた。知恵を司る女神としての側面から、ミネルーアは教育機関などで紋章に取り入れられたりしている。ハイデルベルクのアルトブルックにある、ミネルーア像チュニジアのミネルーア神殿カリフォルニア州の紋章名誉勲章。ありがとうございます。